どうもエルザです。それではレベナントやっていきたいと思います。さあ武器ちょっと強化したんですけど、これがさ気になってさ、あーなるほどあーなるほど、放射線ですか。まあ今弾がねそれなりにあるんで、これちょっと気をつけないとやばいね。そうだね、スピットファイヤー弾がさ少ないのよね。ちなみにこっちだと300なのよ。まあダメージが倍いくからその分って考えればそうでもないんだけど、そのエルさんこれ 50% 上げててこの弾数だからね。よし、じゃあ奥行ってみますか。いやーほんとこの時代には見つかわないものだからね。なんか嫌な感じがいるね。あ、これは壊れる。いやーなんか出血とかそういうのでもいいからさ、特殊なやつ欲しいな。ダメージ追加というかね。さあ鉄の断層、まあ撃ったけど、お前浮いてんのか。うえい、おお、やばい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 、強くなりすぎじゃねえ。なんだこりゃ。いや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 、追尾追尾。マジか、きついきつい。これ新しい雑魚的。しかもまだいるね。うわーやっばそう。これはちょっとあれだね、丁寧にやっていかないと。やられるね。おっ、いやちょっとまたあいつ出てきてんのか。やばいやばいやばい、はあ、下は落ちたらおしまい。
下いるね。化け物だよ。おお。いやいやいや、脇がひどい。上か。上だね。よし。そしたら、上がれそうなところあっちか。何、上か。あれ、上いなかったっけ。いやー、ちょっと待って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 、数が尋常じゃねえぞー。これで一旦落ち着いたかな。これ一人でやるゲームなの。いやー、マジでこれ一人でやるゲームなの、この数は。なんとか耐えたけど、いや、難易度マジで高えわこれ。難易度設定できるんだけどね、ノーマルだからね、これ。あ、また敵の声がしたね。まあちょっと武器は火力上げてて正解かな。上げてなかったら結構つらかったかもしれないね。行き止まり。そうだね。弾薬庫。まあ、減って、もうちょい減ってきたら使いますか。あれもやばそうだよね。この出てるやつね。結晶化してるもんね。
あ、いけないのか。反対側も。核戦争かなんかによって廃校した世界っていう設定かな。ここまで放射線物質があるってことはね。まあね、確かに使い方だと思うんだけどね。出てこないかな。やばそうなのがいたね。そう来る。あー、回復回復、とりあえずね。トレイトはあ、クイックハンダリロードだね。リロードが早くならないことにはちょっと攻撃が稼げないんでね。あ、いたいたいた。さあ、この子避けるからな。危なかったわ。さあ、一旦処理完了。アイテム出るな。至近距離に合わせて。オッケー。1600。これは上行きたいね。嫌な音するな。痛い痛い。あれ避けるの俺下手だな。あんなところにあったか、スクラップね。まあ戻るしかないと。さっきの指輪が、あ、回復するんだ。あー、回復いいっすな。右上やね。これが来た道か。こっち行って。
上がって、こうでしょ。でしょ、絶対宝箱に目がくらんできたらみたいな。よしよし、先にゲットして、あら意外とここいない。あーってことは曲がっていってか。どう？まだいる？なんか目の前にいた気がしたけど。めっちゃ群がってたな。近くにはいるのよ。破壊さして、あ上か、めちゃくちゃ音するなって思ってたら、やべ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 、はあ、しかも、そうだよこれやばかったね今の。上にいるあいつらを処理したいけど、どこにいるかわかんないんだよな。あ、やった、抜けれそう。これで OK かな。ははは、つらい。放射線が一番つらいな。なんか出血系とか武器欲しいね。炎上してんのかって感じだし、今持ってる武器は。スピットファイア自体はね、お気に入りなんで全然いいんだけど、ちょっと違うもんね。2000か、よし。ボス戦！はぁ、ちょっと挑戦してみますか。あ、やばそう。うわー、やばいやばいやばい、放射線か。おお、しかも先生。
いたいたいた。痛い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 、ダメージ高すぎ。もう炎上炎上やば。うわっ、一撃必殺感が半端ねえ。痛い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 。ちゃちゃちゃ、よし回復。ああ、痛い痛い。やばいやばい。強いね。よし、これはまずいな。よっしゃ倒した、ギリー。ああ、ミリだよ、ミリ。ミリだよ。いやー、よかったー。はあ。やべ、笑いしか出てこんわ。いやー、エイム合わせれたねー。合わせれたけど、こんな強かったのか、ボス。放射線の一撃、っていうかね、多分、あれなんだよね、出血みたいに一気にダメージ食らう感じでもきついからね。よう倒せたわ、自分でも思うけどね。あ、戻ってきた。あー、グルティッシュした感じかな。てかあれだね、新しいの手に入ってたから、なんか強化というか作れそうだね。見に行きたいね。スクラップが欲しい、そのために。よし、出よう。あー、よかったよかった。放射性の頭骨と、砂漠で生きるもの、生き残るには難しそうじゃないと。難しいことじゃないと。まあ、生きているという表現が似つかわしくない、ともどもに関しての話だが。まあ、生きてる定義次第だね。ってことは、あいつか、今のボスの頭ってことが頭蓋骨か。いやー、放射線は、なかなかでしたね。まあでも、そうだね。節の王に行くところまでの、なんかアイテムをゲットしたっていう感じではなかったね。いやー、でも、ブラッドウォードか、自己再生とか回復するやつ。あれいいね。徐々にリジェネ状態だけど、
あれでだいぶ生き残った感じはあるな。あとは火炎放射器使ってみたのがでかかったね。炎上ダメージ入ってたもんね。ライフの減りが半端なかったもん。意外とボス戦には向いてる感じか。雑魚敵はちょっとそうでもないけど、ボス戦向きって感じだな。こっち、じゃあ作ってみましょうかね。仕方ないわね、私が見てあげる。砂漠の息吹、20メートル以内の敵を追尾する7放射性物質を撃ち、それぞれの敵に30の放射線ダメージを与えると。あ、これ私は忙しいの。あれか、武器じゃなくてモッドか。何が欲しい。まあ悪くはないんだけどね。そうだね、出てるわけでもないし。おしゃべりする気分じゃないの。じゃあ武器作りますか。武器というかモッドね。私が見てあげる。そう、よかったわね。じゃあ消えて。これ多分スピットにやっつけれないからっていうところなんだけどね。よさ、まあ防御力もそろそろ上げときますかね。まあでもその前に上げれるものは上げときたいと。メッキ、いや、いいとこまで来た。200まで来たか。ハンティングライフルもそれなりにいいんだけどね。用心しろよ。まあということで、今回ここまでにしましょうか。まあとりあえずまず一つボス倒してという感じだね。まあ強化しててよかったなっていうのが正直なところかな。火炎放射器あんな刺さると思わなかったもんね。うん、じゃあ、今回ここまでにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またな。